時刻は6時57分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は外交評論家、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。先週、はい、ね、お休みして申し訳ありませんでした。いや、でもそれも出張に行かれてたんですね。コソボとね。コソボ、あれ北マケドニアっていうところ。昔のユーゴスラビアの、あれですね。ユーゴの共和国の、まあ、自治州だったんですけどね、コソボは。なんていうか、すごいとこですな。すごいところ。日本は海で囲まれて島国で安定して平和でええなと、つくづく思いました。まあ、その辺ちょっと、詳しくは7時40分過ぎ、はい。はい。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。12月20日金曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、外交評論家、キャノングローバル戦略研究所研究主幹、三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。三宅さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。茂木外務大臣がロシアのラブロフ外相と会談。ロシアを訪問中の茂木外務大臣は19日、モスクワでラブロフ外相と会談しました。日本漁船5隻がロシアの国境警備局によって国後島のフルカマップに連行されたことに抗議した上で、速やかな帰港を求めております。また平和条約締結の前提となる北方領土問題では、双方の主張の隔たりは埋まらず、協議項目を整理し議論を継続することで一致したということです。経済の面での結びつきからなんとか打開したいという記事が、まあ、これね、大きなピクチャーというか、はい、対極的に考えた時にね、まあ、言いにくいことも含めて言わせてもらうと、うん、やっぱりロシアにとっての戦略的な利益は何か、はい、それはやはりクリミアを取って経済制裁を受けて、うん、でアメリカとの関係は悪い、これなんとか打開したいということですよね。そして経済的利益を、まあ、日本は少し匂わせながら話を進めようとしたわけだけど、はい、アメリカとの関係が悪いロシアにとって結局何かすがるものがあるとすら、それは中国ですよね。ですから中国との関係は決して同盟ではないとプーチンさんも言ってるようだけども、はい、同盟ではないんだけれども、やはり無視できない。少なくとも戦略的なパートナー、同盟とはないにせよ、はい、戦術的なね、レベルちょっと低いけれども、パートナーにはなり得るということですよね。はい、そうなると、日本との関係で、日本に譲歩してまで関係改善する必要ないんですよね。今の状況だと、はい。いずれはなるかもしれませんよ。アメリカとの関係が改善して、中国がむしろ、ロシアにとって、問題になってきたときには、はい、やっぱり日本と関係せなあかん、関係改善せなあかんなということになるかもしれないけども、ということは、まあ残念ながら今の状況をなかなか、ロシア側から、はい、打開が出てくるっていう感じはないですよね。今回も、要するに、漁船を拿捕したんでしょ、はい、ふざけた話だよね。これもまさか意図的にやったんだろうな、ねえだろうなと思うけども、まあとにかく平気でこういうことをやる人たちですから、はい、それから北方領土問題については、要するに議論を継続する。協議項目を整理してって、まだ整理していねえのかよって話で、これだけやってるのにね、はい、整理できてね、決まってんで、うん、要するにロシア側が硬かったってことなんでしょうね。うん、まあ残念ですけど、これは当分このまま行かざるを得ないのかなと、戦略的な環境の変化というものを待つ必要があるだろうなと思います。ただ、日本としてはね、いつも言うことですけど、はい、あれ不法占拠なんですから、ね、それは原則が変わらないわけで、はい、まあ、引き分けとか、なんだっけ。ああ、かつてありましたね。引き分けを目指すとか言ったじゃないですか、日本とね。はい、プーチンさんが。うん、引き分けじゃないんですよ、これ。うん。オタクの負けなんです、うん。だけども、まあ、そうは言ってもね、はい、なんか話し合いはしなきゃいけない。それはわかるけど、うん、やっぱり、あれじゃないですか、この今のような状況だと、はい、難しいね。ただ、不法占拠なんだから、何やりたいかっていうとですね、はい、
時効を止めなきゃいけないんですよ。時効を止める、うん、要するに黙ってね、うん、はい、なんかほら占有してるといつの間にか、俺たちのもんだともう時効が30年経ってるじゃないかと、うん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 、ね、30年以上経ってるわけだから、はい、ね、70年日本の民法とは違うから時効なんかない、あ、まあ、その国内法とは同じ意味ではないんだけれども、うん、はい、やっぱお前の言ってることは違法なんだってことは言い続けないと、そういう意味ではあの、うん、やられちまうなと。だからその言い返す意味では僕は大事だと思うんですよ。まあこれプーチンさんは日米安保にも言及して、うん、まあ、ここに日本に渡したら基地作られるかもしれないじゃないかみたいなことも言ってきますね。いやだけどそんだったら北海道には米軍の基地あるかいと。そうですね、うん、ないですもんね、うん、それは言いがかりなんですよね、うん、ただじゃあミサイルをのこうのと言ってるわけでしょ、はい、まあ、ミサイルはそれは持つかもしれませんよ日本だって、うん、はい、だって中国があれだけね、あったらちょっと持ってんだろうと、うん、ロシアだってあるし、うん、だから中国のやつが、まあ、特にまあ、あの北海道の方面かというよりはね、はい、他は南の方が僕は大事だと思うけども、ミサイルを仮に配備するにしても、うん、そんなことまで言われる筋合いがないわけですよ、うん、だから、まあ、かなり言いがかりだけど、だけど安全保障上の問題を非常に気にしている、はい、という意味ではプーチンさんは常に戦略的にものを考える人だということです、うん、まずは日露外相会談についてでした。続いて7時の日本放送ニュースです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分になるところです。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは外交評論家の三宅邦彦さん。取り上げるニュースはこちらです。トランプ大統領が21年ぶり史上3人目の弾劾訴追。アメリカの議会下院は18日トランプ大統領を弾劾訴追する決議案を可決しました。ウクライナ疑惑をめぐる権力の乱用と議会に対する妨害の2つの条項を理由に挙げておりまして、年明けにも上院の弾劾裁判でトランプ氏を罷免するかどうかが争われる予定です。アメリカの大統領の弾劾訴追は21年ぶりでトランプ氏は史上3人目となりました。イメージではなんかニクソンさんって思い浮かべるんですが、彼は訴追はされてない。訴追される前に辞めたんですよ。うん、まあね、まずこれ3人目って言うんだけど、はい、1人目って1868年っていうから、まあ、明治維新の時ですよね。だまあこの前ちょっと古いから置いといて、はい、じゃあ過去2つって言うと何かっていうと、1つは98年のビル・クリントンですよね、はい、あれはもうあのラジオじゃんとても言えないようなことを、ね、ホワイトハウスの中でやって不適切ななんちゃら、ええ、感性よと僕、ええ、たまたま北米局にいたから、これどうなのかなと思ったけど、まあしたたかなね、はい、トランプさんとは別の意味でクリントンさんもしたたかだったから生き延びたわけですよ、はい、まあ、それは当然のことながら、あの共和党が今は上院で過半数を持ってますから、はい、3分の2を取られるってことはほとんどないわけですよね。リスナーの方にもう一回ご説明すれば、はい、下院で弾劾の訴追をするかどうかを決める、はい、で今それが決まったわけですが、じゃあ具体的な弾劾裁判はどこでやるかというと上院に送っていく、はい、上院で100人の上院議員が陪審員みたいな形になって、はい、それで裁判をすると、その結果3分の2以上取ればこれはかあのなんて有罪になるということですね、はい、でも共和党が過半数持ってるんですから、まずそれは無理で、うん、でもまあ、じゃあニクソンさんの時はどうしたかというと、ニクソンさんの時はね、はい、まあ、ニクソンさんも立派だったといい意味でだよ、うんうん、つまり 大統領の職をこういう形で怪我したくないという、それなりの矜持があった、誇りがあったわけですよね、はい、もう一つはね、やっぱり共和党の議員がね、なんだかんだ言いながら良識がありましたよ。ですから自分の党だけども、はい、ニクソンってちょっとダーティーやないかと、うん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 、ね、やっぱりこれはダメだと、はい、いうことでニクソンさんも本当は共和党の人たちにすがってなんとか戦いたかったんだけども、うん、はい、もうその下院の大統領の弾劾のなんていうんですか、投票の前にね、どうも雪崩を打って共和党の連中も賛成しそうだと、うん、これじゃあとてもじゃないけど大統領を怪我すと、はい、いうことで身を引いたわけですよね、うん、まあ、いい意味でも悪い意味でもですよ、僕はニクソン大統領ってのは立派な人だったと思ってるんです。ですからその意味でね、トランプさんはどうかなっていうとね、今もう完全に共和党というのがトランプ党になっちゃっていて、
そして、当時はあまりなかったですけど、今はもう予備選挙やってるでしょ、はい、予備選挙やろうと思ったら、例えばでしょ、今度大統領選挙の時にもちろん上院議員の選挙もあるわけだから、その時にですね、3分の1は改選するわけですよね。はい、そうすると、トランプさんに歯向かってね、喧嘩売ったらば、はい、そしたらトランプさん の手下みたいな変な連中がうわーって寄ってきてね、で予備選で落っこっちゃうわけですよ。そういう圧力をかけることができるんで、みんな恐ろしくてトランプさんに手を出せない。ですからニクソンさんの時代はそういうことがなかったのか、もし良識があったのかどうか分かんないけども、はい、今とは全く違う状況なんですよね。ですからトランプさんは生き延びるだろうと思います。本番の選挙と違って予備選となると、うん、まあ、基本的に共和党員の投票 でしかも偏った人たちしか来ないですからね、投票に行くようなモチベーションのある人、モチベーションのある人ってことは、トランプさんが自分 その関係者を動員すればね、はい、それはあいつやっちまえとなれば、現職の上院議員だって予備選で負けちゃうわけですよ。そういうことを恐れている人たちが決して少なくないと思います。そういうこともあって、残念ながらトランプさんの思う通りに物事が動くようになると思います。ということは、もともと大統領っていうのは、はい、本来は辞めさせるかどうか、大統領にするかどうか、大統領選挙で決めるべきであってね、弾劾でやるってのは、もうどっちかというと邪道ですよね、本来はね。ですから、その意味では、この来年の選挙が、はい、まあ、一番大事になると。うん、で決着つければいいじゃないかという声は、はい、共和党の中にもあります。結局この弾劾の、ね、訴追に行くかどうかっていうところでも、うん、その下院の議長のペロシさんなんかは結構慎重だったと、まあ、選挙への影響も考えつつと、もともとはそれをやって党利党略で、はい、利用してんじゃないかと、いうこともありました。うん、それからもう一つ、今だけどペロシさんどうしようとしてるかっていうと、はい、あんまり早くね、その上院にそこから送付しなきゃいけないわけですよね。下院でこう決まったわけだから、はい、送付を今遅らそうとしてるんですよ。そうなんですか。なぜかっていうと、はい、上院でいろいろなこの審議をやるときにね、例えばボルトンさんとかいうナショナル安全保障担当の補佐官とか、はい、首席補佐官とか何人かキーパーソンがいるわけですよ。はい、そいつらをみんな呼んでね、でもう宣誓してさせて、で証言させたいわけですよ。はい、ところがもうトランプ政権はそれを徹底的に抵抗してて、今のままじゃその公正な裁判が開けないじゃないかとペロシさんは言って、はい、ちゃんと彼ら4人が、宣誓証言ができるようになる、これを共和党が OK しない限り、はい、この事件自体を、この件自体を上院に送付しないって言って、まあ、サボタージュしてるわけですね。だけど、まあ、それもいかがなものかと、まあ、どれ一つ見ても通り党略だなとは思いますね。では続いて2つ目、こちらのニュースです。イランのロウハニ大統領が今日来日。政府はイランのロウハニ大統領が今日から2日間来日すると正式に発表しました。今日の午後、安倍総理と会談し、中東地域の緊張緩和と安定化に向け協議する予定です。総理は27日に閣議決定する予定の海上自衛隊の中東派遣について直接説明し、理解を得たい考えとみられております。これ23日閣議決定なんて言われたんですが、話した方がよかろうという判断で27日という、ね、認定が出てきました。そうですね、まあ、タイミングとしてはそうだけど、別にこれ中東に自衛隊を出すために呼んだわけでもないし、ロウハニさん、ロウハニさんは、ね、考えてみたら、まあ、私も中東決して短くはないんだけれども、で前の19年前は畑見さん来たわけでしょ。で畑見さんが来た時には僕はもういなかったけれども、はい、中東に課長だった頃は、畑見さんの新しいイランを見に行ったことがあるぐらい、まあ、その意味ではイラン非常に関心高いんですけども、はい、まあ考えてみたら、イラン、歴史的に考えてね、イランの大統領が、こういう形でやってくる、はい。これはまあ普通なんですけど、だけど、これおそらくね、アメリカも、はい、歓迎してるかどうかは別として、昔だったら猛反対したと思うんですよね。でも全然反対してないでしょ。そうですね。うん、それでね、おそらくトランプさんは、安倍さんも、その、イランと何らかのメッセージを送るためのチャンネルとして、考えているか、はい、まあ、どこまであの人が考えているか知らないけれども、そういう形で機能し始めている部分があると思うんです。まあ、言い方慎重に言わざるを得ないんだけど、それはもう彼らは命がけでやってるわけですからね、はい、日本の努力がどこまで実るかそこは分かりません。しかし、まあ少なくともこの何十年かの
対中東外交においてね、はい、イランっていうのは、まあ、要するに難しい国ですよ。もっちゃん呼んできてですよ、はい、でアメリカの大統領とも連携取りながらね、こういう形で中東和平、もしくは中東の湾岸地域の安定、はいにと話すなんてことはね、まあ、昔だったら考えられなかった。昔はそんなふりはしてたかもしれないけど、はい、そこまでできなかったと思うんですよ。まあ、だけど今はやっぱり時代変わったな。日本の今、まあ、いろんな理由があるわけですけども、はい、今の安倍総理のやり方っていうのは決して間違ってないし、まあ、我々から見れば、私から見れば、ああ、ね、昔はもうやりたくてもやれないなってようなことがね、はい、今部分的にせよ実現しててすごいなと。でその一環として、はい、上天自衛隊の派遣というものもあり得るわけですから、そこはいいチャンスとして話をした上で、はい、ちゃんと何かね、ぶつくさ言われても困りますからね。で、まあ、あともう一つ気になるのはね、はい、ロウハニ大統領が、日本に来ることについて、まあ、批判的な意見がね、イランの国内にもあるっていう話があって、はい、まあ、それはどういう人たちなのか心配で、まあ、反政府、もしくは今の政府に批判的な人たち、もっと民主的にやれと自由にやれという人たちであれば、はい、それは大したことはないんですけどね。私が心配しているのはむしろ、はい、軍の強硬派がね、なんだとアメリカ、日本に行ってアメリカの対話みたいなことまで話して、なんだこいつ弱腰じゃねえかと、はい、ということで日本のことがとばっちりできたら嫌だなとは思いますね。まあ、そういうことじゃないみたいですけどね。まあ、その辺ね、革命防衛隊と呼ばれるような人たちとか、その人たちが本気で、反対をするってなると困るんだけど、まあ、今のところそういうことは表面化していないようですよね。これ総理はこの後ですか、来年年が改まって1月の中旬ぐらいには、はい、まあ、サウジだとか中東にも行くような話ですよね。やはりイランだけじゃなくて反対側、はい、ペルシャ湾の反対側には産油国が控えてますから、これも当然ちゃんとマッサージをしておかなきゃいけないと、難しいところですよね。両方がありますからね。まあ、どちらも似ても焼いても食えない人たちではありますが、この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。日本放送でお聞きの方、この後も三宅さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、教えてニュースキーワード。7時27分です。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。マカオ返還20年。ポルトガルの統治下にあったマカオが中国に返還されて今日20日で20年となります。中国の習近平国家主席が出席する記念式典を控え、市街地では中国本土マネーの恩恵に預かる大型カジノやホテルが揃って祝返還20年といった文言を掲示するなど祝賀ムードに沸いているようですが、すぐ隣の香港で続く混乱が波及しないよう当局は厳戒態勢を敷いているということです。なんか香港のメディアの記者が入ろうとしたら、捕まって繰り返されたとか、かき回さないでくれと、もう静かにやってんだから、静かにやってんだから、ここはカジノなんだよと、何が政治、民主側の関係ないんだよ。カジノなんだから、カジノ胴元がいて、はい、胴元が儲かるでしょ、うんうんうん、それで胴元が政府でありね、はい、でそのある意味でカジノのディーラーなんかみんな市民なわけですよね。学校もあるらしいですよ、ね、そうそう、立派な学校があるわけですから、エリートかどうか知らないけど、優秀な人たちはみんなディーラーになりたいわけでしょ、公務員だからね、はい、おそらく、事実上の。こういうところでね、香港と一緒にね、一国二制度なんて言ってもらっちゃ困るわけですよね。日本で、いや、あんまりちょっと言いにくいけど、なんとか反社会的ななんとかの人たちがやってる、ね、どっかの島でさ、なんか問題があってなって話になって、ほとんど変わんない。外から介入されたか。しかもね、さらに、きついこと言えばね、はい、やっぱり中国で腐敗した、今が腐敗してるという意味ではないし、一般論として、はい、中国で腐敗している政権があってね、そしてなんか、やるとしたらですね、これはもう絶対にマカオ必要なんですよ。はい、あとマネロンが必要だしね、あとエンターテインメント必要でしょ、私的には。それはもうマカオぴったりなわけですよ。だからこれなくならないの。で、かといって、香港みたいなビジネスをやってるわけじゃないし、はい、ね、教育が高いわけでもないから、
それは一緒にしたらマカオの人もしくは香港の人はかわいそうかなと思いますけどね。まあ、人口もかなり違うというようなことも言われて全然違いますし ね、マカオの方が小さいと、ポルトガルの統治下にあった、まあ、でも、まあ、中国側からすればですよ、それは一国二制度、これもマカオの一国二制度うまくいってるじゃないかと、香港は何やと、ふざけんなと、マカオが正しいんだと、はい、いうふうに持っていきたいんでしょうね。まあ、その辺のこう締め付け、まあ、香港のこの先も含めてですけれども、もうなんかね、習近平国家主席も李克強首相も香港の警察のやり方が素晴らしいんだと、どんどんやれと、どんどんやれと、それはそうですよ、自分が手を汚したくないからね、かわいそうに、そうするとあの行政長官のキャリーラムという人は、その汚れ役をそうそうやらすと、そうですよ、だから逃げんなと、そう、ちゃんと言うこと聞けと、置いた通りやるよちゃんとと。確かに、辞任をほのめかすなんていう報道も何度かやめさせてくれないんだから。はあ、やめたいでしょう、きっと彼女は一番。はい。なんでこんなことになっちゃったのかしらと。話が違うわよと思ってると思いますよ。しょうがないな。これもう彼女の権限では何もできないようになってるからね。非常に不幸だとは思いますけどね。結局、その、まあ、抗議者側と、まあ、政府、香港政府がぶつかってるように見えるけど、そこで例えば落としどころを作り出しても、北京はイエスとは言わない。言わない。絶対言わないですね。彼らからすれば、いつも言うことですけど、熟知作戦。はい。すなわち、もう、その、運動が過激化して、人心が離れ、孤立化して、そして籠城して、そして最後は一網打尽と。ね、あとはもう日本の一昔前のに日本赤軍みたいなやつらがちょっとボーンと最後に爆発してそれで終わりですよね、下手したらね、そうならないようにしなきゃいけないと思うんだけども、はい、ね、まあ、いろんな人がいろんなこと言うから暴力、非暴力でやんなきゃいけないっていうのはそんなナンセンスだっていう人もいるんだけど、いやだけど暴力でやったら必ず末路は決まってますからね、やはり中国にとっては暴力を使ってくれるほど楽なことはないんですよ。そしたら一網打尽できるんだから、そうですね、理由はいくらでもあるんだからね。こちら側、中国側が暴力を使う口実になっちゃう。非暴力でやられた時は一番実は効くんですよ。だけど効果がなかなか出ないから難しい、それはわかる、はい、だけど安易に暴力でやればそれはもう必ず古今東西全て失敗しますよね。だから私は成功してもらいたいからこそ、はい、うまくやってほしいとは思うんだけど、まあ、いい意味でも悪い意味でも香港のこの学生運動もしくは、民主化運動というのはリーダーがいないんですよね、はい、ですからまあその意味ではなんていうかな、集合的に物事が動いていてみんなで勝手なことやってるけど全体としてはなんとなくうまくいっているとそういう状況が今のところ続いているということですね。まあ、そういうこうなんか暴力であると最終的には、うん、こう留飲は少し下がるかもしれないけど最終的にはダメになるっていうような知恵を、うん、まあ、長老みたいな人がこう授けるっていうのがやっぱ香港の中だとなかなかできないっていうのは、若い人は若い人で自由にやってるみたいですからね。年上の人たちは若い人がこうなってしまったのは我々の責任なんだって言ってあんまりなんかこう諌めるみたいなことが言えなくなっちゃってるところもあるみたいですね。まあ、だけど彼らも危機感感じてるからこそビジネス界もちゃんと支援してるっていうことですからね。そこはそこで僕大事なポイントだと思ってるんですけど。マカオ返還20年今日のキーワードでした。 Okay, cozy up. 時刻は7時35分です。ニュースについてメールやツイッターいろいろいただきます。香港についてもいろいろ来ておりますが、カンヌキさんツイッターです。昔伝記で読んだガンジーの非暴力不服従というのがベターなのかなと、いただいたんですが、そう、究極的にはそれが一番効果的だと思いますけどね。だけど、まあ、相手が独裁だからね。ガンジーさんの時は確かに、はい、イギリスが植民地だったわけでしょ、そこには何らかの自制があったと思うんだけど、中国はどうでしょうかね。最終的にはそれはもう私だったら力で必ず立つしますよね。もう平気でやる人たちだから、まあ、他に波及する方がよっぽど困ると。そう、国内本土に来るのは一番恐ろしいでしょうね、はい、お送りしてます OK 工事アップ。この後は鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマはネックレスとペンダントについてです。7時44分になりました。お送りしております日本放送飯田浩司の OK 工事アップ。お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新業一華がお送りしています。今朝のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。
この時間最後のニュースをスクープオープ。いいんじゃないですか。コソボ共和国訪問記。三宅邦彦さんはコソボ共和国と北マケドニア共和国に出張されていたということで、その目的は今どうなっているのかというあたりも伺っていこうと思います。まあ、まず日本人になかなか馴染みのない国名で、私も実はあんまり詳しく知らなかったんですけど、旧ユーゴスラビアですよね、はい、それで、まあ、あのバルカン半島ですけれども、はい、バルカン半島っていうのは2つ僕行ってやっと分かったんだけど特徴があって、1つはあのもちろん海に面している国もありますけど、うん、内陸の国が結構多いわけですよね。コソボもそうだし、からマセドニアもそうですよ、はい、それでマケドニアかごめんなさい、それで、うん、海がなくて陸の国境しかないところっていうのは、はい、取るか取られるかやるかやられるかだから、基本的にゼロサムゲームなんですよね。はい、うん。ウィンウィンにならないんですよね。誰かが必ずババ引いてくるわけですよ。過去2000年間ね。2000年。で、これを取り合って、やり返して、取り合ってまたやってると、これがまあすごいなと思う。それが第一点。はい、第二点はですね、場所的にね、うんうん、そのバルカン半島っていうのは、東西南北の、はい、まあ、ある意味で十字路なわけですよ。ね、ヨーロッパたく、そのクリスチャンがあれば南にモスレムがいるでしょ、はい、で西側がいれば東側もいるわけだ。はい、でこれね、その強力な、まあ、列強が出てくると必ず移動するでしょ、うんうんうん、もしくは紛争が起きるでしょ、はい、必ずここがポイントになるわけですよね。おー、ここの取り合いみたいなことになって、それでまたあの陸上国境しかないから、はい、防げない、ね、日本みたいに海で隔たってないから、はい、まあ、ある意味でそのやられちまうと。このなんちゅうか悲劇はね、すごいなと思って。オスマン朝、まあ、トルコですけど、オスマン朝はね、はい、これ500年この地域を支配したんですよね。帝国としてね、オスマン帝国が。ですから、まあ、あらゆるあらゆる意味で、はい、あのイスラム、それからトルコの影響は少なくないですよ。未だにトルコ語喋ってる人いますから。あ、そうなんですか。トルコ語は通じる地域でもある、うん、通じるというか、それを話してる人たちもいると。はー、ですからまあ本当にモザイクで、まあ、だけど非常に興味深い場所だとは思いますね。あの場所を確認しますと、はい、まあ、イタリアの長靴あの半島があって、そことアドリア海を隔てて、まあ、地図でいうところの右側が右側、まあ、バルカン半島、そうで、その南から見るとギリシャがあって、そうそう、でその上が昔でいうところのユーゴスラビアがあるという、そうですね、で、さらに地図で右側に目を移すとトルコがあると。そうだ、トルコが、まあ、東の方からやってくるし、西の方にはヨーロッパがあるし、そう、北にずっと行くとロシアもいると。ロシアもいるし、せっかく一昔前は、うん、はい、オーストリア、ハンガリー帝国ね。ああ、なるほど、あの力関係なんですよね、はい、ですからその意味ではね、ものすごく勉強になる場所だと思います。もし国際が情勢関係論をやるんであればね。なるほど、今言ってやっぱりつくづく思ったのは、まず、はい、コソボね、これ要するに大戦争があって、はい、そしてようやく、まあ、独立した、しかし独立は、セルビアから、セルビアの独立、自治州から独立をしたわけですけど、セルビアはそれを認めてませんから、はい、国際連合の加盟国でも半分ぐらいしかまだ100カ国ぐらいしか国家承認されてないんですよね、はい、まあ、それはともかくとして、はい、そこにね、巨大なアメリカの大使館があるわけですよ。あ、そうなんですか。だってね、コソボってサイズは日本の岐阜県ですよ。あのほとんど面積的にはね、人口的にも岐阜県です。180万だから。はあ、うん、ですから岐阜県みたいなあの国があると思ってください、はい、でその北にですね、はい、そのセルビアっていうちょっと大きな県があってですね、で宗教が違うと、何かあるとこ入ってきてね、はい、それで民族浄化やると、うん、そこら中でですよ、うん、ね、それ2000年やってるわけだ、はい、ですからね、その意味ではあの独立したい気持ちはわからないではない、うん、だけどそれをそのアメリカどう見てるかっていうと、これやっぱりね、セルビアの裏にロシアがいると言われているんで、これやっぱりロシアとの代理戦争なんですよね。それはやっぱりこう宗教的にもセルビアは正教の国、ですけど、まあ、だけどじゃあアメリカがモスレムの国をね、コソボっていうのはアルバニア人が 92% で、はい、そのほとんどがモスレムですから、だからその意味では非常に今までとはちょっと違う、なるほど、あれなんだけど、巨大な大使館をアメリカ持ってるわけですよね。そこに、経
経済支援、経済協力の専門家とか、はい、当然、その種の人たちもいるわけですよ。はい。その種の人たちの方が僕は多いんじゃないかと思うんだけど。なるほど。この地域で最大の、拠点の一つだと言われてるんですね。北マケドニアに行きましたけど、それもね、はい、また巨大なアメリカ大使館があるの。へぇー。なんでと。はい、こうやって数百万人しか住んでないんですからね。ええ、ということはね、これね、アメリカがものすごい思い出っていうか、ロシアを念頭に置いて、はい、ここをなんとかその固めたいと、不安定させたくないと。うん、で、ロシアにとってはね、どんどんね、彼から見ればね、はい、あれ、バルカンとか東ヨーロッパってのみんな俺たちの子分だと思ったら、うん、いつの間にか俺たちが潰れたら、見てみたらもう NATO になってたと、はい、EU になってたと、うん、話は違うじゃねえかと。そうしたら、まだ何、コソボ残ってる、セルビア残ってる、まだ EU 入ってねえんだな、それじゃあ、と言って当然対抗する。そこをですね、また中国がね、はい、この東ヨーロッパと、それから南欧、この、バルカン地域ね、これ16カ国、17カ国とね、これ、はい、首脳会談やってるんですよ。あ、そうなんですか。経済的にもものすごい進出してるのね。へえ。まあ、日本なんかね、本当に、と思うぐらい、もちろん日本は頑張ってるんですけども、中国もすごい。それからトルコはトルコでね、はい、また昔の宗主国っていうか、あね、かつて支配してたわけですから、500年も。はい。ほら、もう影響力あるわけですよ。やっぱ自分たちの庭だと思っている。もう大体放題。だからもう、なんていうかな、この今の混乱した国際情勢のね、はい、縮図みたいなものが、この地域で見えてくるんですよ。はあ。でも、これは勉強になったな。まあ、今までね、そのユーゴスラビアってなかなか行けなかったんだけどね、うん、まあ、でも中東屋の人間としては、はい、イスラムがどうなってるか見たかったし、うん、その意味ではね、すいません。一周休ませていただきました。ものすごい勉強になりました。はあ、はい。ここを見ておくと、じゃあこの先、この国際、政治がどうなっていくかっていうのも象徴的に分かる部分があるんですか？ヨーロッパ方面はね、ヨーロッパと中東は少し見えるんですけど、悲しいかな、これアジアでは全くというか、ね、意味あるんだけども、なかなか直結しないんですよね。まあ、長い目で見ればですよ、はい、ロシアがどうなるか、ロシアがどんどん勢力を拡大していくってことはちょっともいいことじゃないから、その意味でここでちゃんと安定させることによってね、はい、ロシアを牽制するってことはできるかもしれないけど、直接じゃあこれで北朝鮮との問題がどうなるかとか、はい、日韓関係とか、日中関係にはあまりね、ですからこれ一生懸命勉強してもですね、ほとんど質問は出ないわけですよ。でもいいんだけどね。やっぱり知見は広げていかなきゃいけないと思うから言ったんですけど、まあ効果的かと言われれば私にとっては勉強にはなったけど、じゃあ原稿を書けるかと、でコメントできるかと言われるとなかなかね。でもそれでも行く価値はあると思います。コソボ共和国、そして北マケドニア共和国、この2カ国を中心に、はい、バルカン半島についてお話しいただきました。このコーナー含めポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。お送りしてまいりました OK コージーアップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、千葉県調整地域から農産物と特産品7品詰め合わせ5人の方にプレゼントです。三浦市の原田絹代さん、三鷹市の相田康子さん、狭山市の熊本久子さん、江戸川区の高鶴美幸さん、藤沢市斉藤美恵子さん、ご当選です。おめでとうございます。来週月曜コメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。今朝外交評論家三宅邦彦さんとお送りしてまいりました。三宅さん、どうもありがとうございました。バルカン半島の、ね、お話ありました、はい、ツイッターでもいろいろ感想も来てますが、そうですか。ガレオンさんツイッターで、旧ユーゴ西側の都合で独立運動が起こり、それが良かったかまだ判断できないと、まあ、ある意味この冷戦後の30年の総括というか、その縮図があそこの地域にある。さっき申し上げた通り、難しい地域で実験がやっぱり何回かあって、そのユーゴスラビア王国、はい、ユーゴスラビア地頭の共和国、でそれも両方ともダメで、統一がダメで、むしろ個々に自由な、民族国家を作ると、これも3回目のトライなんだけど、はい、どうでしょうか。今のところはうまくいってるんですけどね、アメリカもこれだけも入れ込んでるから、だけど何かの事情でふっと力が抜けた時には、またどっかで強い圧が出てきて、その空白を埋めると、はい、そうするとみんな困ると、でババ抜きやって最後誰かがババを引くというね、悲しいことにならないように、今度こそ3度目の正直ですからね、やらなきゃいけないなとつくづく思いました。
この後は柳谷わさびさん登場、あなたとハッピーとなります。この時間の相手、日本放送飯田浩司と三宅邦彦、新庄一華でした。道路混んでるようですね。年末ご当日とこういうところです。ぜひ安全運転を続けください。この後も日本放送でお楽しみください。イルカです。スタートアップロック&ゴー日本放送。